皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もこの Hotone の新製品のモジョダイヤモンドというアンプをですね、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。以前このナノレガシーシリーズという小型アンプのシリーズ3台ほど、3機種ほど紹介させていただいたんですけれども、今回も新しいものが出たということなので、音を鳴らしていこうかなという感じでしょうか。で、いつもの恒例のピクチャーインピクチャーで画面ドンズバババンとお手元もお見せしながらやっていきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。前面パネル、背面パネルの方はこの辺は全く変更がなくて、ギターをつなぐインプットで、ゲイン、ベース、ミドル、トレブル、ボリューム、そしてオンオフのトグルスイッチ。背面の方は電源プラグとヘッドホンとかつなぐようなライン、アウトプット、そして iPad とか iPhone とか、練習素材をこっちに突っ込むようなオグジュアリーイン、外部入力ってやつですね。で、ディレイとかリバーブとかをかけるときにすごく便利なセンドリターンがあって、アンプへのアウトプットがあるという感じでございます。で、早速接続をしてみたいのですが、ギターのインプットをサクッと接続して、背面の方の電源プラグをサクッと接続。で、このキャビネットの方のアウトプットもサクッと接続すれば、一応これで準備が完了という感じです。電源をオンにすれば音が鳴るはずでございます。で、恒例の試奏に使うギターとしては、ビル・ローレンスの BL1 というギターです。本当にこんな癖の強いギターで試奏していいのかどうかちょっと不安に思うんですけれども、怒られないので大丈夫なんでしょう。そんな感じです。で、今回のこのモジョダイヤモンド、オールドアンプ系、フェンダー系のオールドアンプ的なサウンドをシミュレートしているとのことなので、どっかしら懐かしいというか、聞き覚えのある、そんな音がするかと思うんですけれども、鳴らしてみましょうか。とりあえず全部つまみを半分くらいにして、ガッと鳴らしてみますと、こんな音がします。普通にクリーントーンでございます。普通にクリーントーン。結構まろやか系な感じですよね。試しにとりあえずゲインを買ってあげてみましょうか。ゲインマックス。やっぱりオールドアンプ系と言ってるだけあって、結構粒が粗い感じの歪み方ですよね。こんな感じの音。こんな感じの、ゲインマックスにしてもそんなにがっつり歪んでないかなっていう感じの音でございます。で、粒としても結構粗めな感じですよね。あんまり細かくバリ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 とかってやるような、そんな感じじゃなくて、結構大味に。弾いていくような、そんな感じのサウンドかなと思います。で、EQ の方もちょっともりっと上げてみますと、結構ボリュームが上がった感じです。音量がぐわっと上がりました。こんな感じの音でございます。ボリュームをマックスにしてみましょうか。せい。そうすると、かなり音質が変わると思います。こんな感じの粒の粗さでございます。ちょっとそのままマックスにしてみましょうか。つまみ全部フルテン。こんな感じの音でございます。ギターから今、アンプに直でいっているんですけれども、ここからいろいろこのエフェクターをかますとすごく面白い音がするよということなので、ちょっといろいろエフェクターをかましてみたいと思います。それが今、後ろにあるこの辺のエフェクター。HotoneのロトとHotoneのグラスとHotoneのソウルプレスって感じですね。どのエフェクターも僕の動画の中で紹介したことがあるエフェクターなので、見たことある方結構多いかもしれませんが、この辺もいろいろつないで音を試して遊んでいってみましょう。とりあえずペダルは足元で操作しなければいけないので、足元に置かせていただいて、グラスとロトの電源をつないで、少々お待ちくださいませ。で、とりあえず電源を落として、セッティングがちょっと時間かかりますね。先にセッティングしておけばよかったな。はい、こんな感じで、ケーブルをいろいろとつないでいきます。ギターからとりあえずペダルの方ですね。ワウペダルの方に行きましょうか。これギターです。ギターをワウペダルの方に行って、ワウペダルから、Hotoneのロトの方に行って、で、あともう一本。ロトの方から、グラス。歪み系エフェクターですね。こちらに行って、で、そのままアンプの方にというセッティングでちょっと音を鳴らしてみたく思います。いわゆる直列つなぎってやつですね。で、ちょっと先取り板を使わずに、そのまま直列で、一方向でつないでおります。スイッチオンで、ボリュームをマックスにします。当たり前ですけれども、さっきと音はそんなに変わらないです。ロトの方をちょっとオンにしてみましょうか。ロータリースピーカーシミュレーターってやつですね。こんな感じの音って70年代ロックとかで聞いたことあるような感じですよね。ワウもちょっと踏んでみたく思います。こういう音を少し聞いたことありますよね。で、またさらにちょっとやってみたいのが、このグラスという歪みエフェクターを使って、ぐわっと歪み量を上げて、ちょっと音を潰してみたく思います。どんな感じになるかと言いますと、こんな感じで、ノイズが結構ひどいんですけれども、ちょっと音量に気をつけてください。感じで、なんかこのワウ使ってロータリースピーカー使ってガブラス使ってすごいもうゲインをガッと持ち上げてアンプの方もフルテンにしてこのゴワゴワゴワってさせると、なんかこういう使い方とかも結構面白くないですか？なんかこのギターソロの間とか、なんかドラムとかベースとかボーカルの人がお休みしてる間に一人で、まあ、ギターをソロをする時になんかこういう光景見たことありますよね。なんかこうすごいグワッて歪ませてノイズがひどい状態で、なんかこのギターソロっぽいことでなんかこう、ね、ロングトーンしたりとか、なんかトリルしたりとかしてで、曲が始まる瞬間にワウとこのロトとこのグラスをまあ同時に消したりとかするとこう結構スマートな印象になると思うんですけども、ちょっとやってみましょうか。ワウとロトとグラスを同時にオフにするんですが、やってみますそんな感じでございます。何かと参考になりましたでしょうか。まあ、普通にこのロトとか使わずにこう弾いたりとかすると結構まあ粒立ちの荒い感じの音だということでございます。まあ、オールドアンプ系の音って言ってたんで、まあ、あまり歪まなかったりとかするのかなと思ってたんですけど、意外とそんなこともないですね。結構このがっつり歪むので、ロックとかでも使えそうな感じです。こっちの方でもうちょっとこの原因を抑えて、足元の方でまあその歪みをコントロールしてもいいですし、まあ、こういうソウルプレスとか、あ、やべえ。お持ちでしたら、こっち側でそのボリュームをコントロールして、まあ、その歪み量とか音圧とかを調整する感じも面白いのかなという感じでございました。まあ、とりあえず本体価格としてもすごく安いので、とりあえずも楽器屋さんで見かけたら1回弾いてみて気に入ったら買うというのも全然ありかなという感じですね。こ小型とかその軽量とかも魅力の一つなんですけども、このね、価格が安いっていうところもまたこの魅力の一つって感じですよね。まあ、よかったら参考にしてみてくださいませということです。で、楽器屋さんとかで見かけることがありましたら、ぜひ一回触ってみて遊んでみていただけると嬉しいなという感じでございました。というわけで今回は Hotone の新製品、モジョダイヤモンドということでございました。本当にもう最近ね、Hotone の回し物みたいな感じになってますけれども、まあ、実際製品がいいからしょうがないって感じです。よかったら試してみてくださいませ。それではさようなら。